どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。7月15日、今日の歴史3分講座。本日は、豊臣秀次さんが切腹をした日でございます。まあ、いわゆる豊臣秀次切腹事件なんていう風にも言われますけども、記憶に新しいところだとね、大河ドラマ真田丸でね、秀次を新納慎也さんがやってて、最新の説を取り入れた描き方をしてましたけども、まあ、まずこの豊臣秀次という人はですね、秀吉の甥にあたる方ですね。秀吉のお姉さんにあたる西宇二さんの子供ですね。で、秀吉は側室とかもたくさんいたんですけど、後継者がなかなか生まれなくて、でようやく生まれた鶴松さんがですね、わずか3歳でお亡くなりになってしまったということで、甥の秀次さんが秀吉の後継者になるわけですね。この出来事は1591年の出来事ですね。1590年に小田原攻めで北条家を滅ぼして天下統一を成し遂げたと言われてますけども、その翌年の出来事ですね。ただそれから2年後ですね、秀吉に実の子供が生まれますね。側室の茶々が産んだお拾いですね。後の豊臣秀頼さんですね。まあ秀吉からしてみたらね、自分の子供に後を継がせたいでしょうから、まあそれが原因かどうか分かりませんけども、1595年の6月から秀次さんの関係性が一気に冷え込んでいって、この7月に入って豊臣秀次にですね、謀反の疑いがいきなり浮上してきてですね、豊臣秀次は聚楽大を追放されてですね、その後高野山行きを命じられるわけですね。で、7月8日に高野山を目指していって、7月10日に高野山に到着して、それから5日後ですね、7月15日に切腹をしてお亡くなりになったということで、場所は清願寺というお寺で、このお寺はですね、秀吉が自分のお母さんである大政所のために再建したお寺なんですけども、今金剛無事になってますね。で、それに前後して秀吉はですね、豊臣秀次に関係した家臣たちと、そして秀次の奥さんや子供たちなどをですね、次々に粛清していくんですね。秀次よりも前に切腹した家臣もいたり、秀次が亡くなる時に殉死といって、主君が亡くなってからも付き従うようにというので一緒に亡くなる人がいるんですけども、殉死した方もいるし、で、何より恐ろしいのはこの翌月8月2日に起きた、その奥さんと子供たちの処刑ですね。実に39人の豊臣秀次一族が処刑されてんですね。場所は三条大橋ですね。江戸時代も京都の入り口としておなじみですけども、今三条大橋渡るとすぐ右手に池田屋がね現れて、これは幕末の頃新選組が不定浪士を討ち取った池田屋、今居酒屋になってますけども、その池田屋のもっと三条大橋側の高瀬川っていう川があるんですけども、その高瀬川沿いにですね、瑞泉寺というお寺がありますが、その辺りで39人が処刑され、そのまま死体が投げ込まれた塚があったんですけども、その後に建立されたのが今の瑞泉寺ですね。で、高瀬川今ね、京都でも観光地になってますけども、高瀬川作ったのは江戸時代の初期に住之倉良医っていう豪商の方が作ったんですけども、実はその弟さんがですね、この方お医者さんで吉田宗純という方がいるんですけども、実は豊臣秀次に仕えてる縁があって、で、その高瀬川の工事中に秀次一族が放り込まれたその塚を発見したんですね。たまたま石塔を発見して、そこにはですね、秀次悪逆塚っていう風に刻まれてたらしくて、秀次さんの首を晒してその一族を処刑して一緒にこう埋めた塚だっていうのが分かって、で、家康さんの許可を得て秀次とその一族の菩提を弔うために建立したのが今の瑞泉寺ですね。で、この秀次さん切腹に関してはもうはっきり言って理由が分かんないんですよね。で、当時の一次資料である公家の日記とか見るとやっぱ出てくるのが謀反の噂なんですよね。まあ、この時代に限らずね、お家騒動なんていうのはもう尽きないんですけども、まあ、豊臣家にもそのお家騒動が訪れて、秀次がその秀頼に豊臣家を譲らずに、まあ、自分に子供がね結構いたので、そっちの方に継がせるんじゃないかみたいなことだと思うんですね。はっきり分かんないんですよ、この謀反っていう言葉だけで。で、しかもそれが結局謀反は噂だけだったっていう話になってるので、ますます意味が分かんないんですよね。で、あと京都の御所に勤めていた女性の日記が残ってて、お湯殿の上の日記というのがあるんですけども、そこにはですね、秀次さんは切腹したのは無七だったからと書いてあるんですね。で、この無七がね、またね、研究者の間でいろいろね議論が交わされている言葉なんですね。諸説ありの部分ですね。漢字で書くと無実と書くんですけども、そうするとね、無実だったのに切腹したとか、あとは無実っていうのをアピールするために切腹したとか、そういう解釈もされてるんですけども、ただこの無実、これはですね、別の意味で不誠実とか嘘とか偽りを表すんですね。だからそうすると秀吉に対して不誠実な対応をしたとか、偽りを述べたから、だから切腹したっていう風になるので、そうするとやっぱ謀反の噂とかの方に近く
くなるんですよね。であとよく言われるのは秀次が非常に残虐だったから、暴君だったからという話も出てきますね。暴君というとね、ここでも紹介してましたね、家康のお孫さんの越前松平家の松平忠直さんとか、あとは武田信玄のお父さんの武田信虎さんね、暴君だったから武田信玄息子に追放されてしまったという、そういう話もご紹介しましたけども、やはり暴君説っていうのはちょっとやっぱ怪しいんですよね。確かにね、秀次さんの暴虐ぶりに関しては宣教師のフロイスさんとかをはじめですね、ちょこちょこ見られるんですけども、その暴虐さが理由で秀吉が切腹を命じたとかっていう風に書かれたりするのはもう江戸時代に入ってからなんですよね。そのベースとなったのが何かというと、まあ、宣教師の話というよりはむしろ太田牛一の書いた太后様軍記のうちなんですよね。これあの秀吉の一代記を書いたんですけども、でそこに秀次さんの暴虐ぶりが描かれてて、で世の中では秀次のことを摂政関白といったみたいなのもその伝記に登場するんですよね。保安太后記をはじめいろんな物語の中だと、秀次さんは火縄銃で庶民を試し撃ちしたとか、あとは刀の試し斬りで、まあ、またこれ庶民を殺したとか、いろいろ暴君ぶりが描かれるわけですよね。そうすると、あ、じゃあそういう人だったら切腹を命じられても仕方ないなっていう風に見えますからね。でこれだと結局でも当時の謀反の噂とは違いますからね。暴君だから切腹を命じられた、謀反の噂を立てたから切腹を命じられたで、いつの間にか似てるようだけど全く違う話になってますよね。まあいろいろ喋りましたけど、これ分かんないんですよね。ただ秀吉はこれ明らかにおかしいですよね、対応としてね。秀頼に譲りたいにしてもまだ数えて3歳だし、で一回関白ももう譲って、それを剥奪して切腹を命じるっていうのはもう秀吉の求心力が落ちるの決まってますしね。で結局この後豊臣政権はね、後継者らしい後継者が育つ前に豊臣政権の中の大名たちが力を持ち始めて、でその中で一番力をつけた勝者となった徳川家康が政権を新たに作ってしまうわけですから、秀吉にとってはもう明らかに大失策ですよね。この切腹事件、秀吉が亡くなる3年前の出来事ですからね。秀次生きてたら全く違った歴史になってたでしょうね。以上、7月15日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。